はい、こんにちは、浅井です。サムライスピリッツコラボガチャ引いていきたいと思います。狙いは正直ないっていうか、コンプですね。コンプが狙いです。ただ複数欲しいなと思ってるのはリムルルとナコルルですかね。このあたりが被ってくれたら嬉しいなっていう感じで、基本はコンプを狙って頑張っていきたいと思います。はい、で今回は石を483個80回分用意しましたので頑張っていきましょう。プラスメールの分ね、4つあるんで、合計84回ですね、回すことができますね。はい、開幕は安定の金と、ただ金ね、今回全員本当に優秀なんで、何体ずつ置いとくかっていうのすごい悩ましいんですよね。とりあえず元の会計ってなんだ、元の形態と、分岐、2P カラーと、あと武器ですね、があるので、3体確保するのは確定として、それ以上をどうするかってすごい悩ましいんですよね。あんまりたくさんね、確保しすぎてもボックスを圧迫しちゃうんで。あ、だよね、やった、ラッキー。いいですね、なかなかいい幸先ですね。いやー、リブルね、すごい見た目も可愛いし、性能もすごくいいんで、複数体欲しいなと思っていたんで、よかったですね。一応ね、その1220円の確定のガチャは買ってはいるんですけれども、何体いてもいいやと思ってたんで、複数ね、全然出てくれて OK っていう感じですね。さあ、ダイヤはまだ出ないが、そうだな、ダイヤもね、一応分岐とあと武器がね、あるんで、3つ確保するのが理想ではあるんだけど、ただ、ナコルルに限ってはやっぱ花火なんで、アシストできる花火なんで、何体いてもいいんですよね。そこをだから、今回何体引けるかなっていう勝負になってきそうだなと個人的には思っていますね。で、そうですね、僕サムライスピリッツはあんまり知らない、ちょっと名前だけ知ってるんだけど、一応ね、その僕の世代よりもちょっと上ぐらいになるのかな、格闘ゲームの世代の、割とその一番流行ってた時期のもう後半ぐらい、スト2とかがね最盛期の、ちょっと後ぐらいだったと思うんで、どうだろうな、格ゲーっていうもののブームがちょっと落ち着いてきた、やや下り気味になりつつある頃の作品だったと記憶しております。だから僕もね、正直内容に関してはあんまり知らないですね。リメイクとか何回かされてるっていう情報は知ってるんだけども、全然ダイヤが出ないと。石6個だからね、言うても石6個なんで、あんまりね、もたつきたくないなと。で、今回ダイヤの確率が、6種類だから 15% で、プラスリムルルのレア枠を入れて 18.5% が当たりっていう認識でいいのかな。5回から6回に1回ぐらいね、その辺が出ていい計算になるんだけど、早速じゃないな。ようやく1個目のダイヤが出ていく。これは立花右京かな。OK です。属性が変わるやつですね。どうだろうな、今回のダイヤの中ではまだちょっとどっちかというと、まだその汎用性という意味ではちょっと劣るかなっていう印象ね、俺の印象そういう風に持ってるんで、やっぱり一番欲しいのはナコルル、時点で四季かな。個人的に四季がね、今回使いたいなと思っているキャラクターなんで、そこはぜひ引いておきたいところですね。サムスピに、俺ね、この間実家にね帰ったんですよ。で、実家の近くに、ゲームセンターねあるんですけども、家から歩いて5分ぐらいのところにあるんだけども、この間そこに久しぶりに行って、とある知り合いの方と、ちょっとね格ゲーの対戦をしましょうっていうことを約束してたんで、帰ったんですけども、その時にサムライスピリッツがね稼働してたんですよ。初期の多分サムライスピリッツだと思うんだけど、僕バージョンナンバリングがちょっと分かんないからあれだけど、サムスピがたまたま稼働してて、僕が前に帰った時はなかったと思うんだけど、たまたまあって、ちょっとやったんだけどもね、難しいっすね。なんか昔の格ゲーってやっぱ難しいなって思いました。スト2もそうだし、2つ目のダイヤ。ダイヤ率ちょっと渋いな。オッケー、ナコルルを引いていく。いや、見た目もいいしね、可愛いし、強いしで、ほんと複数欲しいですね。めちゃくちゃ理想的なことを言えば、僕8体ぐらい欲しいんですけど、さすがにそれはね、今後ね、復刻すると思うんで、その時にちょくちょく引きながら確保していけばいいかなっていうふうに思ったりはしてます。そうだな。僕ね、格闘ゲーム好きなんですよ。格闘ゲームが好きというより、格ゲーがものすごい流行ってた、その2000年前後ぐらいかな。平成の初期中期ぐらいの、あの時のね、
時代背景、ゲーセンの時代背景みたいなのがすごい好きなんですよ。よくその昔のゲーセンってやっぱ結構荒れてた。例えばそのヤンキーみたいなやつがバーってたかって、なんかちょっとひ弱なやつにこう金たかるみたいな。ちょっと言い方がちょっとあれなんだけども、そういうね、なんていうのかな、時代背景で、その格闘ゲームがで有名な、例えば、梅原とか、まあ、時戸とかいるじゃないですか、そういう方々。あの方々がもう、一番その若い時にガーってこう活躍してて、その格闘ゲームの業界がすごい盛り上がってたっていう、あの時代がね、僕すごい好きなんですよ。僕よりもちょっと上の世代にはなってしまうんだけども、その時のね、まあなんだろうな、動画だったり、格闘ゲームのテレビ番組とかもあったんですよ。そういうのを、まあね、YouTube とかね、ちょっと古い映像を見たりとかっていうのが僕はすごい好きですね。結構ね、その格闘ゲームって、まあ、他の対戦ゲームもそうなんだけども、こう、なんていうのかな、画面の中で行われる、こう、なんだろう、人間同士の会話みたいな、わかりますかね、こういろんな駆け引きがあるじゃないですか。格ゲーだったら、打撃が来るのか、投げが来るのかとか、まあ、ちょっとで、ね、専門的な話になってしまうんだけども、そういうなんか駆け引きみたいなのって、単純なその技術、例えば技を出す技術とか、その戦法とか、そういうのとはちょっと違う、なんかね、メンタルがすごくね、ものを言うゲームなんですよ。どれだけ小手先の技術が高かったとしても、メンタルがやられてると、もう全部ダメになっちゃう。それが格ゲーなんですよね。なんかそれをいかに崩すか、その画面の中で相手をいかにこう、押し込んでいくかっていうのを、こう、追求するゲームだなっていうふうに僕は思ってるんで、本当なんか画面の中でね、その人と人が会話してるような、なんかそんな、ちょっとこう、魅力を感じているんですね。ちょっとうまく言葉にできないんだけども、そういうところが僕は好きなのかなっていうふうに思ったりはしてますね。ダイヤ率悪くね。15% でしょ ?15、5で75、6、6、7回に1回ぐらいは、ダイヤが出ないとおかしいはずなんだけどな。80回だから10体ぐらいダイヤ出る計算なんだけど、だいぶ下振れてますね、これは。いやー、石がね、6個のガチャで下振れんのはやっぱ精神的にね、きついものがある。まあね、性能がいいから、石が6個であるということは、まあ、あんまり納得はしたくないんだけども、そうだな。まあ、こういう風になってしまうとちょっとね、心に来るものがありますよね。マジで出ねえな。いやー、これナコルル複数とか言ってる場合じゃねえぞ。全部欲しいんですよ、ダイヤは。どのダイヤも本当に優秀なんで、コンプしたいなっていう風に思ってる。まあね、複数体とは言わないけど、最低1体。まあその、今はね、武器進化しても元に戻せるんで、最低1体あれば、まあなんとかなることが多いので、一応コンプしたい。で、一応交換もね、今回できるんだけども、やっぱフェス限5体はね、ちょっと重いので、あんまりしたくないなぁと。ゴッドフェスもね、こんだけコラボのガチャがね、ガンガン来られると、なかなかフェス限の方まで手が回らないんで、さあ、久しぶりのダイヤ。ああ、そこ被っていくのか、辛いなぁ。このダイヤ率で被られるのはかなり辛い。だからフェス限の弾もね、正直僕もあんまりないんですよ。究極進化した状態のやつをちょっと退化させたりして、交換の弾に使ったりするっていうことも結構しちゃってるんで、あんまりそこに回したくはないっていうか、普通にゴッドフェスが回したいんだけど、石10個だからね、正直手が出ないんですよね。なかなか悩ましいところですね、本当に最近のガチャは。なんかもう似たようなのばっかり見るようになってきたな。まずいぞ。いやー、まずいぞ。だいぶまずいぞ。なんだこいつ、タムタムばっかり出るんだけど。やばいやばい。よし。で、そうですね。星5に関しては本当に何体ずつ残すか非常に難しいところなんですけども、個人的にたくさん残していいかなっていうふうに思ってるのは、まずシャルロットかな。武器がね、すごく強いんで、シャルロットは複数いてもいいかな。スキルも強いんで、いいかなと思っている。で、あと、その、軽減のやつ、ちょっと名前が出てこない。なんだっけ。これがシャルロットですね。軽減のやつも複数ね、アシストすることで軽減ループできるっていうところも一応あるんで、その辺も複数残しておいていいのかなっていうふうに思ったりはしてます。お、これは2体目かな？ OK。
じゃあ1220のやつ買わなくてもよかったかな。まあもう1体くらい出てくれてもいいから、3体あれば理想的だなっていうふうに思ってたんで、リブルに関しては。まあこれでとりあえず OK ですね。ただダイヤが全然マジで出ないな。いやーちょっとこれは困ったな。まだ2つ、違う3つか、ダイヤ3つ、55回引いてダイヤ3つ、きつくね。 OK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 。 後半で上振れてくれること、ここがね、被る分には全然 OK です。終盤で上振れてくれたらまあ御の字っていう感じだけど、大体うまくいかないんですよねいやーきついなー。いやーきついよこいつ。もうさすがにもういらないかな。一応4体あればあのシステムっぽいことはできるんだけど、 OKOKOK、 いいよいいよ。よし、これは、なんだっけ、なんとか幻獣炉、OK。火力にめちゃくちゃ尖ったやつですね。OK、とりあえずここも1体出てくれたので、OK ですね。武器に関してはね、あの、ただの操作負荷耐性だけと言っていい性能なんで、まあ、1個でいいかな。ですね。あとは主人公の覇王丸と、消せないドロップ解除できる木のやつ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、と、あとなんだ。あ、四季ね。四季出てないわ。四季は絶対出さないといけない。あいつはマジでちょっとね、欲しいと思ってるんで、あの武器がめちゃくちゃ強いんですよ。本体も強いんだけど、武器がとにかく唯一無二の存在なんで、あいつは絶対1体はね、欲を言えば2体以上確保したいところなんだけども、このダイヤ率では、なかなか厳しいですね。いやー、今回はダメか。前のね、北斗の剣も僕そんなにいい結果ではなかったので、時ばっかり出ちゃった時ばっかり出ちゃったんで、困ったね。まあね、星5もね強いとはいえ、これだけたくさん引いてガンガン被ってこられるとね、なかなかありがたみが薄れていくっていうところなんですけども、しかも同じやつガンガン被るな。いやーきついね。周回用に、お、3体目、そっちに偏るのかそれもそれでちょっと苦しいところがあるんだけどね。もういいかな。リムルルはダイヤが欲しいよ。ダイヤ出てくれないと困るよ。あと12回。いやー辛いねそんな出るかね。いや、じゃあそっちに偏っちゃったのか。あー、マジか。それはちょっと予想してなかったな。まあ、なんとなくその星5のレア枠って本当になんか出にくい、なんかカードパックの開封とかでいうノーマルレアみたいなイメージが俺の中であるから、本当に出ないっていうね感じがあるので、こんなポンポン出られるとちょっと扱いに困ってしまうんだけど、ようやくダイヤ。あー、 OK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 。 ナコルに関してはもう何体出てくれてもいいです。ただ今回まあ3体でもう十分かな。これ以上は別にって感じではあるんだけども、あと1つ2つぐらい攻めてダイヤ、まあ、それが出たとしてもだいぶ今回下振れてるんで、きついかな。前半の下振れがかなりやばいですね今回は。まあ若干今回はダメだったかなっていう感じですね。まあこんな経験僕ももう何回もしてるんで、何回しててもやっぱ辛いものは辛いんですけどねあと何回、あと5回、あと4回か。あと4回ですね。ダイヤ1個、ダイヤ1個見たいよ。1個、欲を言えば2個見たいけど、いやーもう星5が拡充をね超えてきたんで、 OK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 。 よし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 。あ、 OK、 いいですね。これがヤシャマルですね。ケツナイドロップ解除、いいですね。こいつも1体はね最低でも欲しかったんで OK です。さあ、さすがにもう出ないかな。ラストでなんか都合よくダイヤが出るっていう経験僕ほとんどしたことないんで、まあさすがにここは出ない気がします。はい、じゃあね、あとは無料分とかね、あのそこで出るんか。5体目、じゃあ買わなくてよかったかな、さすがに。メールの方ね引いていきたいと思います。これが無料分ですね。はい、無料ダイヤは伝説と。シャルロットもめっちゃ出たな、14体で。これが120円のやつね。
お、マジ？いいね。嬉しい、これは。120円の式はでかい。いいっすね。あー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ちょっとなんか報われた気がするな。で、リムルルもういらないんだけども、一応引いときますね。これで6体になりました。さすがに6体は使わないかな。222で作る？で、ラスト、星6確定。ここで、覇王丸か、欲を言えば2体目の式あたりが出てくれたら嬉しいけど、どうですか？ OK。うん、って感じですね。メールはね、かなり良かったんだけど、まあ、ちょっとダイヤ率的にはかなりスタブれてしまったんで、まあまあまあって感じですね。あとはちょっと様子を見ながら、引いていきたいかなというふうに思います。ということで、今回は以上です。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。